三国史は1996年から1998年にかけて刊行された北方建造の歴史小説。北方が初めて中国史を題材に取った小説である。全13巻。聖史の三国史を原点としており、ストーリーの対抗は万世一見思想と液性革命思想の対決を根幹としている。基本的な展開。 人物描写は生死に準拠しながらも、適宜に独特のストーリー解釈を施すことで、歴史的リアリティよりも、人物描写そのものに重きを置いた、骨太な描写が特色。加えて、三国志演技に見られるファンタジー色の強い描写や、司書からの引用等は、排除されている。不死ごとの主要人物の一人称視点で、ストーリーが展開しており、主に、 劉備、関羽張飛諸葛亮、曹操、曹妃、芝居、孫堅、孫作、孫堅、周遊、陸孫、呂布、炎紹、張栄馬長からの視点が描かれる。吉川英治の三国志同様、諸葛亮の死をもって本作は完結している。史実や三国志演技に登場しない本作、オリジナルキャラクターについては、これを冒頭に明記する。 軍友ごと米同僚衆軍その他原稿版は角川春樹事務所春樹文庫より観光中以上14冊を収めた全刊ボックスもある2004年2月から3月にかけて放送された NHK 人間講座には北方自身により本作へ対する思いなどを語った審判は三国志の英傑たちで観光川昌男の作画による漫画版が 竹書房から観光されている。2011年4月から観光が開始され、5年をかけて全30巻が観光される予定であったが、2013年に第10巻が観光されて、以後は中断している。ありがとうございます。